川端です。よろしくお願いします。今回はこの図形においてですね、この正方形 ABCD の面積を求めなさいという問題です。まあ、気がつけばですね、ささっと解くことができる問題かなと思います。まずはですね、与えられた条件、この三角形 BCE とですね、三角形 FDE がそれぞれ9平方センチメートル、1平方センチメートルと出てます。ここに注目します。で、この二つの三角形はですね、相似になってますよね。まあ、ここ直角で、まあ、ここ対頂角等しいと。ね、二組の角がそれぞれ等しいから相似になります。で、覚えておいてほしいのはですね、二つの三角形が相似であるならば、相似比がですね、A 対 B であるとき、面積比。これはですね、A の二乗対 B の二乗になるんですね。A の2乗対 B の乗。で、今回は面積比が出てる状態ですよね。ここが9対1と、まあ言うならばね、ここが1対9と出てるようなもんです。ってことは、相似比が出るわけですよね。2乗して1対9ってことは、1は 1×1、9は 3×3 って考えれば、これ1対3だと。いうことなので、この三角形ね、2つの三角形も相似なので、相似比が3対1と。ということで、CE と DE が対応しているので、ここは3対1と。こういう具合になるわけです。ということで、こっからですね、続いて、補助線をね、引きたいと思います。正方形の面積を求めたいので、対角線で切ったらですね、真っ二つになるわけですから、この三角形 BCD の面積が分かれば答えが出るということで、今ここが3対1ですから、そうすると、面積比だって3対1になりますよね。底辺の比が1対3だったら、ね、これね、それぞれ高さが等しいので、面積比も3対1と分かります。ということは、この四角1個分は3から1になるときに3分の1倍しますから、9かける3分の1で、面積が3平方センチメートルというぐらいに出るわけですね。そうすると三角形 BCD の面積が9と3足して12平方センチメートルになるので、12平方センチメートルの、かける2で、正方形 ABCD の面積が出て答えはね、24平方センチメートルというぐらいにね、出すことができるわけです。まあ、ちなみにですけれども、まあ、こっからね、今、補助線引っ張りましたが、補助線引かなくてもね、一応解こうと思えば解くことはできます。どういうことかっていうと、こうビーって引っ張って、今ここがね、3対1ですよね。と、ここを3と1足して4個分になります。で、この台形とこの三角形の面積比なんですけども、考え方ですけれどもね、この三角形ですが、これ台形って捉えてください。これ上底足す下底の下底が0って考えですよ。そうすると、上底足す下底で1足す4でここ5個分。で、上底足す下底で3足す0で3個分。なので、ここ3対5って出るんですね。ということは、今、ここの四角3個分が、9平方センチメートルなので、今求めたいのは四角8個分ですよね。なので、3分の8倍すればいいと。よって、9かける3分の8で、計算したら、24平方センチメートルという具合にして、まあ、これ高さが等しい場合はですね、この台形として考えると。まあ、要はね、台形の面積の公式って、上底足す下底かける高さ割り2。括弧上底足す下底かける高さ割り2。で、三角形の面積も底辺かける高さ割り2ですよね。ってことは、高さ割る2の部分が同じなんだから、面積は上底と下底足した1足す4の5と、ここの3で答え3と出るよということで、まあ、ここに補助線ピッと引っ張んなくても、一応出すことはできますよということでね。まあ、実際のね、これ、正方形の一辺の長さが出なくてもね、面積が求まると、そういった問題でした。わかったかな？以上で解説を終わります。では。